葛飾八幡宮は、千葉県市川市にある神社で、八幡宮の一つ。旧社格は、県社。八幡の町名の由来となる場所である。官票年間に、歌天皇の勅命により岩清水、八幡宮を勘定して建立されたと伝えられている。下佐の国を守護する総鎮守として数敬されている。武神であることから平野正門、源、頼朝、大田道館。 徳川家康、下佐国主後千葉氏、かず氏、安房国の大名里見氏など、関東武士や、両政国の暴走三国からの信仰を集め、敬われた。また、長井家風、高田綾、高田露伴、伊藤幸地を、宗佐根、大岡信など多くの文化人に配され、親しまれた神社として知られる。八幡宮近くにある八幡の矢部知らずでも知られる。他に道祖神二社、 正面混合行進党、松尾大明神がある。2016年の境内整備により配置が変更された。境内の入り口付近には、市川市役所の八幡文庁舎と市川市、八幡市民会館が隣接している。祭りが開催される、境内霊祭は、毎年9月15日に行われる。この日より6日間、農具市が開催され、 社頭門前には農具、日用大工用品をはじめ各種の店が立ち並び、大勢の人手で賑わいを見せる。また33周年式年大祭と呼ばれる33年ごとに行われる大祭りがあり、前回は2017年3月31日から4月3日に行われた。次回は2050年に行われる。最寄り駅は京成電鉄京成やわ駅、または 総武本線、都営地下鉄新宿線元山大駅。AB 江戸名所税 1927P338 文化財マイナス線本以上。市川市20090410閲覧。文化財神ながらも2013年6月30日閲覧。ありがとうございます。